昔々あるところに、ずんだもんという、乱暴でわがままでかつ、女の子のことが大好きな王様が住んでいました。ずんだもんは町に可愛い女の子がいるとの噂を聞くと、もう我慢できません。家来に命令し、お城に連れてこさせて、無理やりエッチなことをするのでした。そんな可哀想な女の子の一人がナナちゃんです。ナナちゃんが17歳の誕生日を迎えた朝、お城の兵隊たちがナナちゃんのお家へやってきました。ナナちゃんもナナちゃんのお母さんも、とても悲しい気持ちになりました。しかし、兵隊に逆らうことは誰にもできません。お母さんは、これから辛い思いをするだろう娘にとって、少しでも慰めになればと思い、別れ際に、手作りのずんだ餅を7つ、ナナちゃんに持たせてあげました。お城に行ったナナちゃんは、王様にお尻をいやらしく撫でられたり、おっぱいをツンツンされたりしました。それはとてもとても気持ちの悪いことでした。ナナちゃんは涙を流して、何度もやめてくださいと言いましたが、エッチな王様はやめてくれません。ナナちゃんの心はお城にやってきてたった一日で、ボロボロになってしまいました。夜中になって、ようやく王様が眠ると、ナナちゃんは小さくて冷たい部屋に閉じ込められました。ナナちゃんは一人きりで思い切り泣きました。そしてお母さんのくれたずんだ餅のことを思い出し、一つ、お口に入れました。するとどうでしょう。体中に甘くて幸せな気持ちが、ふわーっと広がっていったのです。優しかったお母さんや、温かかったお家のことが、夢のように思い出されたのです。お母さんが心を込めて作ったずんだ餅は、魔法のずんだ餅だったのです。ナナちゃんは嬉しくて嬉しくて、7つとも一気に食べてしまいました。そして、暖かで幸せな気持ちのまま、眠りにつくことができました。次の朝、ナナちゃんが目を覚ますと、また厳しい現実が待っていました。王様は嫌がるナナちゃんのバギナに指を入れるなど、エッチでひどいことを繰り返しました。ナナちゃんの心はまたボロボロになってしまいました。しかしもう、魔法のずんだ餅はありません。ナナちゃんは苦しくて、苦しくて、あんまり苦しくて、間もなく死んでしまいました。王様はそのことを、ナナちゃんのお母さんに知らせませんでした。お母さんはいつか娘が帰ってきたら余裕のある暮らしをさせてあげようと、毎日一生懸命働き続けました。